はいどうも、こんにちは。こんばんは。ラウンズでございます。今日はですね、この車、ね、ムーブに乗ってるんですよ。で、このムーブのちょっと説明をすると、4代目ムーブに今自分乗ってます。で、今現行品が6代目の後期っていうのかな。で、だからこう自分は1、2、3、4代目の、ちなみに後期です。L175S という型式ですね。185が 4WD だったかな、確か。で、その175の、平成初年度検査日っていうのかなが22年7月となっております。だから今平成31年3月ということで何年 ?9年ぐらい経つのかな。今年の7月で9年か。合ってる？22年が2010年なんですよ。2010年7月、今2019年3月なんで、9年で合ってるね。はい。で、まあ、これを購入したのが、ちなみに2017年の2月の頭かなぐらいに購入していますので、もう丸々2年以上、乗っております。まあその丸々2年乗って、まあちょっといろいろね、こうメリット、デメリット、というところが、こう、やっぱさすがに2年乗ってるからね、分かってくるじゃないですか。まあ今日はそれをね、お話ししようかなと思います。まあ今までね、自分がそもそも乗ってきた車っていうのが、もう基本3ナンバー、もう免許取ってすぐにもまあでも多いかな、今でも。やっぱ見てると、軽乗ってる人もいれば、免許取り立てでも普通に3ナンバー、ベルファイヤー買ってるとか、最初からベルファイヤーみたいな。個人的にね。もうマジかみたいな。いやー、最近のやっぱ車でかいからね、最初から。そういう人もいれば、最初から K っていう人もいろいろいるんですけど、もう自分は最初から3ナンバー。3ナンバーといってもね、今の3ナンバーに比べたら、もうちょっとちっちゃいかな。どっちかというとほぼ5ナンバー寄りの3ナンバーだったりとか、ちなみにシルビアですけどね。シルビア S14 のキューズっていうのに乗ってたんですよ。その2代目がこうエスティマだったりね。まあいろいろこう3ナンバー。で、5ナンバー。で、そして、この軽自動車と。いうことで、まあ、この軽自動車は、今回その、自分が初めて購入した軽自動車って感じかな。はい。で、それから2年乗ったといった感じで、まあ、今までこう3ナンバーからね、こう見てきて、この軽になった時の、こう、メリット、デメリット、な感じですね。まあ、そのね、やっぱ軽自動車といえば、この最大のメリット、なんですけども、やっぱり維持費ですよ。全然違う。前の5ナンバーから見ても、もう全然違うんですよ。全然。その前の3ナンバーからすると、さらに違うね。もう税金とかも全然違うし、燃費も全然違うし、予算っていうか、もう維持費が全然安い分、他のことにこう、やっぱいろんなことに使えるんですよ。例えばまあ自分の場合ね、釣りが趣味なので、釣り道具とかにお金をかけれるようになったとか、そういうのもあるし、まあこの車の場合ですね、そもそもが、この車はもう、最初からちょっとずつこうカスタマイズっていうかな、カスタムしていこうっていうのを最初から前提でこの車を購入してるわけですよ。本来なら、まあそもそもの話すると、本来この車じゃなかったんですよ、欲しい車というのが。そのね、前の時がリバティね。と動画の、初期の方の動画見てもらったらわかるんですけど、最初にもともとリバティ乗ってたんですよ。これの前がね。で、そのリバティからまあこれに買い替えた時なんですけど、そのリバティがですね、だから2016年の12月ぐらいから、なんかたまにおかしくなってて、なんか普通にエンジンかけて、ドライブ入れてね、進むんだけど、進んでる途中っていうか、進んでるんだけど、ずっと一足のまんまっていうことがなんか多かった。CVT なんですけどね。CVT なんですけど、なんかギアが無断変速で変わっていかないっていう状況がたまにあって、でそれがなんか1月になって、なんかちょっと回数が微分に増えたぞみたいな。でもエンジン切って、走り出すとまた元に戻るっていうのが、なんかこう何回かあって、1月の最終週ぐらいだったかな。たまたま家だったらよかったんだけど、家からね、出ようとした時だったからよかったんだけど、家からこうエンジンかけて行こうかなと思ったら、ずーっとね、間違いなくドライブに入ってるんだけど、ずーっと一足状態。でも完全に壊れたなと。で、しばらく1日経ってエンジンかけて走ってもダメ。ということで、まあ修理に出したら、CVT のなんかそのギアの切り替えの部分が、なんか壊れてるから修理に7万、8万かかるということで、それから車探しの旅というのが始まり、結構ね、十何台見に行ったんですけど、まあ時期が悪いよね。言うまでもなく、すごく時期が悪くて、なんだろう、1月と終わりに壊れて、で、探し始めてもその1月終わりから2月の初めにかけて探すんですけど、まあないよね。自分の予算の以内で、その自分がある程度欲しい車っていうのが、まあいろいろあったんだけど、もう全然ないです。この時期はね。だからまあ一般の人をね、が探すには1月2月っていうのはすごい不利な状況。まあ、なんでかっていうと、まあお分かりになる方もいると思うんですけど、高校生が卒業すると。で、高校生が卒業する時っていうのは免許を取りに行けるのが年明けてからだったかな。高校にちょっと違うのかな。だからもう、なんだろう、免許がね、取れれば乗れるわけじゃないですか。だからもうとりあえず、もう免許を取ってすぐ乗れるように。まあ人生で多分その時って一番楽しい時だから、余計ね、もう車選びっていうのは、ね、先にするじゃないですか。自分も確かその時ね、そういうあれがあるもんね、なんかカーセンサーだったかな、なんかそういうなんか中古出し買って、なんかめっちゃ見てたの覚えてます。その、ちょうどね、自分がこれぐらいでこれぐらいの車が欲しいって言ってもないんですよ。それが相場なんだけど、相場以上に値段が上がっちゃう。もう、ましてはそのカーセンサーとかに出る前にもう車売れちゃうみたいな。ちょうどいいのがね。でもそう車屋さんがそう言ってたから。そうね、そういう風に言ってたんで。夏ぐらいが一番、玉数があるし、安くなりますねっていうのも言ってたんで、ほんとね、買い替え時期としては、一番悪い時期に壊れちゃったんですよ。いろいろね、こう、あっちこっちに探しに行きました。自分が、こう、欲しいな、やっぱ乗るなら、多分2年とか3年とか4年とか、ある程度その1、2ヶ月とかじゃなくてね、何年か乗るから、それなりに気に入った車が欲しくて、いろいろね、見に行って、最終的にこの車、これもうカーセンサーに出てすぐに2日ぐらいで自分がもう買ったっていうぐらい、もうなかったんですよ。本当はね、ムーブ買うならカスタムがいいとかあったんですけど、前期モデルあったんですよ。前期はあって、前期だとこのスピードメーター周りがね、なんかオレンジ色なんですよね。で、後期になるとこれは、まあ普通標準車ムーブだけど限定モデルだからね、VS3 っていう限定モデルなんで、この、ね、中がほぼカスタム仕様。メーター周りも後期のカスタム仕様とか、そういう風な感じになってるんですよ。王道エアコンだしね、これ。で、まあそういうのがあり、まあこれを最終的に購入したと。で、なくてね、本当に。で、だからもう最終的に、普通車に一旦、するかと言っても、その、するかって言ったって、ね、そんな、2、3万で買えるわけじゃないから。っていうのもあり、まあ最終的に、もうとりあえずじゃあ一旦今回Kにしようと。で、ある程度こうカスタムしたいからカスタムである程度いじれるようなっていうのを考えて最終的にね、このムーブを購入しましたと。で、まあ、ちょっと話がだいぶそれちゃったんだけど、まずですね、この車に乗って、まあメリット、まあさっきもちょっと言ったと思うんですけど、やっぱ維持費がとにかく安い。全然違います。燃費も全然違う。まあ前のリバティ、5ナンバーかな。リバティがリッターで、まず燃費単視するとリッター9ぐらい。9から 9.5。長距離行くと10とか。前のも一応ね、動画にはしてないんですけど、ある程度燃費っていうのはずっと計測してたんで、だいたいそんぐらい。エアコン入れると 8.5 ぐらい。そんな感じでした。で、このムーブ。まあ、K なんでね、ちょっとこう、燃費の上がり下がりありますけど、エアコン入れると、リッター 15.5 から16、まあ、15.5 ぐらいかな。夏のエアコン入れてる時期ね。で、冬、もうこの時期、今時期のエアコン使わない時期だと、だいたい17から19とか、それぐらいです。だからすごくね、平均して燃費が、もうリバティの2倍までだけど 1.8 倍とか、それぐらい。同じガソリンの量でもそれだけ走るってことは、まずこういろいろいけるよね。ほんと気軽にまず買い物に行けるようになった。まあね、ほんとなんかガソリンがもったいないなーっていう、その感覚があるんですよ。でも軽だと、ね、リッターで17、18走るとなると、やっぱ全然、気分的にもやっぱ違うんですよね。うん、やっぱそういうところです。で、あと税金ね。税金もやっぱりこう、かなりね、この年式の場合ってまだね、7200円なんですよ。だからまだ今年、まあ4月1日かなの日に、その車の名義の人に税金が行くっていうシステムなんですけども、前のリバティの時がプラスね、その10年落ち以上、あ、13年落ちかな。初年度登録から13年経つと、まあこの軽もそうだけど、この軽が 12,800 円なのかなだったっけ？普通車だと大体 10% プラスぐらいになるんですよね。それが、リバティの場合も13年以上は余裕で経過してたんで、ね、44,500 円じゃないけど、まあ大体そんぐらい来てましたね。7,200 円に対して向こう 44,500 円みたいな。だからそういう維持費が、年間計算すると、もう全然違うんですよ。ちょっと今ね、軽く計算します。まずね、ガソリン代。1年間のね、ガソリン代を計算しようと思います。で、仮に、まあ、月1000キロ走る方として、まあ、これ多分ね、人それぞれっていうのかなあると思うんですけど、まあ、1000キロ走るとして、ね、1年間で12,000キロ、割る、まあ、この軽自動車の場合、まあ、平均して17かな。エアコン入れて 15.5 前後ぐらい。で、まあ普通にこの時期だと18、9かな。ちょっとこう、いい感じに乗ると19とか、最高で20を超えたことあるんで、まあ平均して17ぐらいになると、1年間の使うガソリンの量705リットル。で、かけ、今大分のガソリン代っていうのが、150円ぐらいです。これちょっと小数点のこれね。だから、105,882 円です。まあ、106,000 円ぐらいね。この車の、ね、このムーブの今燃費からすると、1年間で 106,000 円ぐらいです。だいたい。はい、次で、前乗ってたリバティですよ。リバティで計算すると、まあ、さっきの月1000キロ計算ね。ガソリンの量的には1333リットル使います。で、かけ、さっきのリッター150円なので150をかけると。すると、1年間で20万円使います。だからさっき106,000だったから、94,000円。1年間のガソリン代で94,000円変わるんですよ。これ大きくないですか？かなり大きいんですよ。まあ、あと車検ですよね。車検、まあこれユーザーで出すと32,000円ぐらい。で、前のリバティも5ナンバーね。あくまでもまあ5ナンバーとしての計算でいくと、普通車で65,000円ぐらいだったのね。まあ年間、それを半分で割らなきゃいけないんだよね。で、車検は2年で1回なんで、まあ1年で割った時の計算ね。まあ大体ですけど、車検もね、2年に1回を1年で割って計算すれば、普通車と軽自動車での差額がだいたい 149,800 円出ます。1年間でね、これ。1年間で 149,800 円。これだけの差額が出る。で、今これもう2年乗ってるから、もうこの掛け倍ですよね。2年間乗ると 299,600 円という金額になりますね。まあ、その分、このね、約2年間で30万円分をいろんなね、とこに使えると、クラッチのこうシートカバーつけたりとか、ホイール変えてみたりとか、他にないかとか、車庫ちゃんも最初の入れたけど、そうやって他のことにこういろいろ使える。釣り道具もいろいろ変えるし、ということで、すごいこう、お金の金銭面としてのメリットっていうのは、見てるのともう2年間で30万円ぐらいの差額が生まれてるんで、この分を自分のお小遣いとして使えるってなったら、かなりいいことじゃないですか。うん。ほんとね、実際こう体感的にもそうなんですけど、前に比べて、なんだろう、使えるお金が多いなっていうのは実際感じてるんですよ。まあそりゃそうだよね。月1万円ずつぐらい変わるし、十分なんだろう、タバコも吸わないし、お酒も飲まないし、ギャンブルはしないし、何が楽しみなのって言われるよね。その辺が、ね、趣味じゃないけど、酒飲むのが楽しみなんだっていう人もたくさんいると思うんですけど、酒飲まないし、何が楽しみなのっていうところで、だからそんなにお金をガンガンこう、使うことっていうのがもうその趣味のところね。まあ、車が好きなんで、車にちょっとこうね、ホイール変えてみたりとか、いろいろね、ちょこちょこいじってみたりっていうのと、釣りね、特に釣りの方にお金をちょっとこう、竿とかリールとか買ってみたりとか、いうので、こんだけの差額が出ると、やっぱほんとね、なんかお金が前より使えるなっていう感覚がすごくね、あります。実際ね。はい。まあ続いてね、ちょっと雨がずっと降ってますけど、続いて、まあ、メリットといえばデメリット的なことをね、言いますけども、まあ、このムーブに関してっていうところもあります。ただこのムーブだからっていうのもあるかもしれないですけども、自分の場合やっぱね、こう、運転してるとね、すごく眠くなりがちなんですよね。だからこう、車中泊、まあ、ちょっと軽い車中泊とか、まあもちろんその、県外にいた時の、帰りっていうのはまっすぐ帰りきれないから、完全にその夜から朝まで寝るし、完全に普通の車中泊になったり、仮車中泊っていうのもあるんですよ。なんか駐車場でちょっと、こうシート横にしてバッて3、4時間寝るっていうのもいろいろパターンがあるんですけど、この車のね、広さ、結構このムーブも広いんですよ。大人の人がこれ後ろに乗っても全然余裕で座れちゃうぐらい広いんですよね、足が。後ろシートがこう前後に動くんで、今一番後ろに下げてるんですけど、かなりやっぱ広いのは広いです。けど、このシートっていうのはフルフラットにならない。完全フルフラットにならないんですよ。なので、こう、人間がまっすぐなって寝ようかなと思っても、まっすぐなれないっていうのがちょっとね、デメリットですね。まあ、これはムーブだからっていうのもあると思います。今ちょっとね、大きめの、例えば、これよりちょっと上のクラスって言ったら違うけど、タントとかね、は、ほぼフルフラットになったりとか、最近売れてる N ボックスとかは、フルフラットになったりとか。でもそういうところで、やっぱもうちょっと広いのがいいなっていう、それやっぱ自分の中でもね、あるんですよ。もうちょっとこうシートがフラットになったらゆっくり寝れるし、車中泊も余裕でできるのになっていう。そのちょっとしたことがね、やっぱこう、眠りにつながらなかったりするんで、なんかちょっと惜しいなっていうところなんですよ。軽自動車だからっていうこともあるんですけども、やっぱ静音がちょっと弱いなと。でも普通車の方が、まあこのガラスの厚みとかがちょっと違ったりとかね、フロントガラスの厚みとか、このガラスの厚みが違ったり、まあこの中のね、デッドリング系っていうのかな。普通車でもしてないっちゃしてないんだけど、鉄の厚みとかがちょっと違うせいで、でもこの騒音系っていうのかな、ロードノイズっていうのが、普通車に比べると、でもちょっとうるさいなっていうのはあります。まあ今回この車庫調とかホイール入れてるっていうのももちろん、あると思うんですけど、やっぱね、普通車に比べると、ちょっと、こう、弱いっていうか、まあちょっとうるさいかなっていう。で、電話をたまにするんですよ。イヤホンマイクをね、この100均のイヤホンマイクね、ライトニングケーブルはこれ純正ついてるケーブルとか、こういうのね、たまに電話をしたりするんですよ。あと、Bluetooth ヘッドセット。まあ、こういうのもね、載せてたりするんですけど、たまになんですよね。こう、釣りの帰りに、どうしても今日帰んなきゃいけない。っていう時にちょっと誰かに電話して話し相手になってもらったりとかっていうのも稀にあるんですけど、大体ね、喋る人いなくて大体途中で寝るっていうのが、パターンだったりするんですけど、で、その話してる時に、やっぱどうしてもロードノイズがうるさいから、なんかこう電話してても聞き取りづらかったりとかね、したりするんで、まあこうやってどんどん静音化して、まあ初期に比べたらこれ、かなり静音化してるんで、ノーマルのムーブに比べると結構静かな方だと思います。でも K ってやっぱそれだけね、ちょっと、まあそれ人それぞれの感じ方だと思うんですけど、ちょっとね、こんなもんかな、K ってこんなもんかな、とか思ったりするんですよ。他の K に、いろんな K に乗ったわけじゃないから、これが今どのぐらいの静音されてるっていうのはちょっとわかりづらいですけど、まあ初期に比べたら、結構静かになったなっていう印象です。あとね、やっぱ軽自動車っていうこともあって、でもこうちょっと風に弱かったりね、ちょっと横風がビューって吹くと、まあちょっとこれ背が高いっていうのもあるかもしれないけど、ちょっとこう横に流されがちじゃないけど、なんかやっぱこう横揺れの風になんかこう弱いなって、なんかふわってこう浮きそうじゃないかな。今これ車高調とか入ってサスペンションは硬いし車高下がってるから、まあ純正の時に比べたらこう横風ってそこまで気にならなくはなったけど、それでもやっぱね、でもこう風が吹くとちょっと弱いかなと。いや本当に車高調とか入れて、だいぶこう改善されたなっていうのはあります。で普通車の時だったらやっぱ横幅がもうあと20センチくらい広いのかな ?20 センチまでないか。いや20センチが広いのか。だからこう、横風が吹いても、なんかこう、あとは車重もあるから安定性もあるんだけど、ああ、そうそう、あと、そう、まあ、横風がどうのっていう話もそうなんだけど、あと高速道路の時ね、まあ、そのしょっちゅう乗るわけじゃないけど、たまに乗った時に、やっぱ綺麗だなっていうのはエンジンパワーだね。うん。高速で80とか100ぐらいで走ってても、こうね、水平から少しね、ほんの少し上り坂になっただけで、もうスピードが、おーいって、うん。それはね、この車がノンターボ、ね、ターボなしっていうこともあり、で、車重がそもそも、だってこれ860か890キロあるんですよ。ね。で、それ人間が乗ってるから、まあ900キロは超えるよね。確実900キロは超えるんですけど、ちょっとしたこう高速で上りになった、ちょっと上りかなっていうところでもう、いやー、こうやって見てると、ちょっとターボ欲しいなと思っちゃう。で、普通車だったら、まあやっぱ、どんだけパワーがないと言っても、ファミリーカーみたいな、ファミリーカーみたいなって、ちょっと言い方、あれですけど、スポーツエンジンじゃなくても、やっぱ、こうエンジンのパワーっていうのは、このボディに対してちょっと余裕があるなと。車重がだって1200とか1500キロとか、まあその、車によりますけど、やっぱそれなりに合わせたエンジンの排気量ってなってるんで、まあ、多少上りだったらもうそんなにアクセルの踏む量変わんないんだけど、この K の場合、まあ空気抵抗とかもこういろいろこう強い、まあ形的には空気抵抗はこう良さそうな形はしてるんだけど、やっぱ、ね、ちょっとね、高速で上りになっただけでもう、すぐ、うわぁ、パワーねえなぁ、これ、みたいな。で、そんだけもうね、高速乗ってると、エンジンがちょっと、もう、うだってるっていうのかな、ように聞こえる。ああ、エンジン頑張ってますね、っていう。だからその、余裕がないっていうのかな、高速乗ると。普通に、この、街乗りをしてる分には、全然、なんかこう、問題ないっていう感じなんだけど、でも高速になってると、ちょっとこう、きついなっていうところがあります。高速をメインで乗るならやっぱターボがあった方がいいなと。まあ、自分は年間何回かな、こう、2回3回とか乗ってそんぐらいなんですよ。だからまあそこまで気にならないっちゃならない。でも乗った時はやっぱり、うわーみたいな、ちょっとパワーないぞっていうのが、その K の、まあ、これでいうノンターボのちょっとこう、デメリットかなと。いうところ。あと別府もそうですね。別府ずっとこう上りっていうイメージなんで、でも上りをずっと上ってると、パワーないなって。誰も乗ってなくてもね。誰も乗ってなくてもパワーないなって、ちょっとね、思ってしまいます。まあ、そういうところがね、やっぱこう軽自動車で、やっぱデメリットかなと。で、まあ、この車でもやっぱターボがあって、フルフラットになったら、もうちょっとこう良かったかなと思うんですけど、まあ、さっきちょっとお話したように1月2月っていうのはやっぱ一番ちょっと車がね、市場的にはもう需要の方が多すぎて、欲しい車とかがやっぱ予算内に買えなかったっていうのがちょっと大きいですね。前のリバティの時は、でも後ろはフラットになって、もうゆっくり寝れたんですよ。びっくりするぐらいゆっくり寝れた。足伸ばして普通に寝れましたからね。だから今回この車って足伸ばして寝れないんですよ。後ろが完全に前に倒したら、自分の身長分の長さがないし、この助手席を前にして倒せば、助手席と後ろのシートはまっすぐになるんだけど、後ろのシートの背もたれね。あれが45度までしか傾かないんですよ。あれが水平になれば完璧なんですけど、それがならないんで、完全にこうフルフラットで自分がこう真横になって寝れるっていうのは、この車ではちょっと厳しいですね。女性の方だったら多分いけるんですよ。女性の身長ぐらいというのかな、160とかだったら一応フラットでいけるんだけど、自分の身長だと175ぐらいなんで、足がこのシートの上で浮いちゃう、ちょっとはみ出ちゃうんで、ちょっとね、厳しいかなと。で、頭を後ろに捨てると、シートのあれがこう、後ろに向きで下がってるんで、それまたちょっと寝にくいっていうのかな。だから、ベッドで言うと、こう、頭がこっちだったら、こうちょっと傾いてるみたいな。こういう、そういう状況なんですよ。ここで横に寝ると。だから多分寝づらいんだなって思います。あと、お尻の部分がちょうどね、この辺で、こう、下がっちゃうんですよ。だからね、起きたら腰が痛いみたいなこともあり、ちょっとそういう車中泊的には、あんまり向いてないかな。まあ、そもそもそういうのに作ってないんだろうけど、当たり前だけどね。はい。今回はですね、この車を買った経緯と、そしてこのまあ2年間乗ってきて、まあちょっと自分が思っているこうメリット、デメリットなことをね、お話ししました。まあ実際ね、まあ今この車乗ってて、まあちなみにこの車検なんですよ。7月車検なんですけど、まあ車検入れてまだ乗る予定にしてます。で、まだカスタムが終わってないんですよ、自分的に。スピーカーも入れたいし、ね、このドアのデッドニングとかもちょっとしたいし、で、オーディオもちょっとこう変えていきたいとか、まあそういうのがあったりするので、まあもうちょっとね、しばらく乗りたいなと思います。静音化もね、もうちょっとこう、カーペットの下とかもちょっとデッドニングっていうか静音化したりして、さらに、この車を静かにしていこうと。ちょっとね、今後まだ乗っていきたいと。まあ、なんか気に入ってるんですよね。うん。で、今、ちなみになんか、これが気に入ってるせいか、次の欲しいなーっていう、次これ乗るぞっていう車がね、実はないんですよ。だから気に入ってるんだよね。自分はこの車を気に入ってるから、だと思います。まあ次でも乗るなら、まあさっきの話のあれじゃないですけども、軽ならターボがいいなとか。まあ、そういう軽い、なんかこう、要望じゃないですけども、そういうのはありますけど、次、じゃあこれ乗りてーっていうのがね、そのはっきりまだ決まってないです。はい、そんな感じで、まあちょっと2年間乗ってきた感想だったんですけども、まあ今後ね、こう普通車からちょっと軽に変えてみようかなっていう方には、少しだけでも参考になったかなと思います。ということで、以上でございます。ご視聴いただきありがとうございました。じゃあね。